渋滞は、まあ多少絡んでんのかな、動きが悪いけど、あんま情報知らないですけどね。あの下り方面ですか、高速道路、関越とか東北道とか中央道、わかんないですね、混んでるのかな。はい、いや疲れましたね本当に。でね、じゃあどうしようかな、ないんだよな話題が、なんだっけあの人、カトゥーンのあれの話でもしようかなと思ったんだけど、まあいつものでいきますか、あの人のであの人も上がってないんだよ、いろまあごたごたしてるだろうからね。で出てきたのが事故やっちゃいましたってやつね。まあそのまあ事故やっちゃいましたっていうのを見たんで、まああの人の話っていうより事故の話ですね。はい、あそう、あそうだそうだ、マイク忘れたのねでマイク使ってないで一応話すからどうかわかんないけど、だこのおそらく渋滞の間しか話せないと思うが、走っちゃうと多分ダメだから。ああ事故ね、バック事故やったらしいんだけど、じゃその案件で先話そうか。止まってる車にバック事故だから、もう 10-0 だよね、当てたっていうのはね。でその対応がうんぬん言ってたのは、もう今昔はね確かにあったんだよ。私なんかも、あ要は駆け引きね、駆け引きっていうか、だからごめんなさいしちゃいけないみたいなのは昔はあったけど、今はもうドラレコが普通の時代なので、嘘ついてもしょうがない。でましては止まってる車、まあ止まってんだ、昔で言うと止まってた止まってないみたいなのももうやり合うんだけど、もう今ドラレコついてるから意味がない。でまあ 10-0 だよね、止まってる車にぶつけたんだからね。でそのね、むち打ちがうんぬんっていうのも、まあかなりの確率で確かにあるんで言ってくるんだよ。だからでもまあ傷もほとんどないぐらいのだから、まあそれでも言ってくる人は言ってくるけどね。まあでもやっちゃったものはもうしょうがないんだよね俺はね。まあでもあれだねあんまこう良くない時はあんまり動かない方がいいんだよきっと、ろくなことが起きない。でね、バック事故ってね、私もやったことはありますよ、もちろんね。で、トラックなんかも、バック事故、バックでぶつけるっていうのはかなり多い部類のになるね。で、もちろんね、バックモニターついてんのにってことなんだけど、結局、例えば普段はバックモニター絶対見てるけど見なかったっていう場合だと、だからとっさにバックするときだよね。頭の中でもう最初からバックしようって決めててバックするときじゃなくて、よく昔私がやったのはすれ違いできない道路で、前から来たっつんでもう即座にバック入れて下がろうとした時ね、後ろ見てないでぶつけたみたいなね、来てねえだろみたいな、そういう時かな。だからあとは癖だよね運転って。それこそシートベルトなんかも昔はみんなしてなくて、義務化になった時にね、こんなのかったるくてしてらんねえって、まあ結構なとこまでシートベルトもねしてない、しない、特にドライバーとかだよね運転手、
はいたけど、まあ今じゃ当たり前じゃないですか。それもだから癖だよね。毎回毎回あのシートベルトをするようにしてると、考えなくても体が勝手にシートベルトをするようになるんでしょ。のと一緒で、まあプラスしてなきゃ気持ち悪いみたいな、ね、のと一緒で、バックする時も、まあ、バックモニターついてる車だったらバックモニターも、まずは絶対見るっていうところから、ね、であとはもう、うん、自然とバック入れるときは見るようにする、どこまで持ってくしかないよね。でもっと言ってしまえば、バックモニターだけをだけで決めつけっていうのも本当はダメなんだけど、まあその辺はまあいいとしてじゃないかな。あとはまあだからそんな大したことなかったって言ってたけど、大したことなかったからラッキーとか運が良かった、まあ確かにそうなんだけど、運は良かったんだけど大したことなくてね、だそこで終わらしちゃうとまずいんだよ。確かにそうだったんだけど、むしろ逆にそれがもし人だったらっていう方向法で考えないと同じことをやってしまう。まあ、やった、ああやっちゃった、でも大したことなくてよかったで終わっちゃうのはダメなんだよね。これがもし人だったら大変なことになってたっていうくらいに思ってないと。だから転職失敗侍さんのもう言ったけど、あとはあれだよね、だから大したことなかったっていうのが、やられた方まさか言っちゃいねえだろうけどね、あの人じゃ言ってそうだからね、相手と話してる最中あでもそんなに大したことほとんど傷つかなかったですねみたいなよかったですねぐらい言っちゃいそうだからねはダメだよだって自分が火がなくてぶつけられたら、ほんとちょっとの傷でももう胸くそ悪いからねで時間も取られるしね、警察呼んでっていうのが、何分走り出したな、あ、もういい時間か。あとはだから、なんだっけ、中丸くんだっけ、あれ。不倫。不倫についてはね、私も、これも少数意見だろうけどね。まあ、話したいっちゃ話したいんですけど、まあ、堀江も、なんか動画で上げてたね。あの人、まあ、あの人、好きでもないんだけど、どっちかっていうと、まあ、極端すぎるけど、意見は極端すぎるけど正論言ってんじゃないって、人が好きだから私はね、ホリエモンは動画で、不倫なんかやっぱり不倫、まあだからそんなに悪いことじゃねえだろみたいなことは言ってたけどね、まあね、とりあえず、あでもな、もう今日撮れねえよな、マイク忘れたから、渋滞でしか撮れないからね。あ、ちなみに今日もここのところのと同じコースなんで、撮れねえと思うんだよな。不倫話す？だ、ホリエモンが言ってたのは そんなこと言ってた。ホリエモンの周り、まあやつの周りはそうだろうけどね。ホリエモンの周りなんてもう男だろうが女だろうが不倫してる。方が多いぐらいだって言ってたけど、まあ私ら一般人の中ではそんなことないとは思うけど、まあ普通にいるよね、私もしてたし、だからそれがね、それだって犯罪じゃないからね、倫理的なものだからね。ただ中丸くんはあれだよね、もその仕事上のイメージ的なものがあって、あ、それやばいよね。
で、いろんな細かい情報もその YouTuber の人が言ってるので聞いたけどさ、ああ、まあかなりかなりイメージ的にはやばいよね。やってしょうがねえみたいな、なんだっけ、アパだとあの前の人はなんだっけ、袴田くんだっけ、あの人なんかは別にやってそうだからいいと思うんだけどさ、もともとでも新婚なんでしょ、しかもそれさ、新婚でって、新婚なのにとかってさ言う人いるけどさ、だからそれがね、まあもともとだからどういう状態で結婚したかは知らんけど、結婚してたのも知らんかったしね、私はねだどういう状態で結婚したかは知らんけど、あ、私も言ってるでしょ、だからこの動画で結婚するとこまでがピークだってそんなもんなんだよ。だからしちまえばね、結婚して1年も経ってなかろうがするもんはするんだよ不倫だって、はい、あー走り出しちゃったから、じゃあこれで終わりにしますね。とりあえず分かんない、あとは続きはどうか分かりません。はい、では、あ、もう一個あったんだよ。あーとね、自分の過去動で、あ、走っちゃったな、これ後ね。はい、じゃあね。はい、秘宝ですね。まあ、ショート終わったんですけど、あの明日11連勤目なんですけどね、はい、連絡がありまして、行ったことない、全然知らないコースで、ぶつけ本番で行ってくれとやる人がいないってああ、行きたかった、そろそろ行きたいって言ってた千葉、千葉ですね、しばらく行ってないか千葉は、ってなりましたね。やだな、もう、はい、で、まあいっか、そうだね、さっきので話そうと思ってたやつことはちょっと長くなるかな、長くなりそうな気もするんで話し始めちゃう。まあ今回は、ね、今日はこれでいいや、なんか明日の予定聞いてすっかりやる気がなくなった道はね、さほど混んでないっていうか、でもなこっち方面は逆に今日通るような道は休みの日は空いてるパターンなんだけど、そんなにガラガラってわけじゃないんですよね。なんかよくわかんない感じですね。まあ今日で言うとそんなに激混みにはハマってないので、ね、高速、うん、中央道から首都高入ったところもいつもよりは空いてたね。ってことで、はい、この辺で今日は終わりにしますね。どうもありがとうございました。バイバイ。